じゃあパパはオトリキャップ A をかぶってみたいと思います。あ、キル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 、ネムジョヨの写真を撮ってみたいと思います。はい、チーズ。すみたやチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。しんちゃんでございます。今回ご紹介させていただく商品はこちらですね。お猿キャップになります。お猿キャップの A タイプ、そしてお猿キャップの B タイプ、そしてお猿カチューシャの3タイプがあります。皆さん、来年の干支なんだかご存知ですか？そうです、来年の干支は猿になります。こちらのお猿キャップを使っていただくと、簡単に年賀状が作れたりですね、あと忘年会とか新年会で、使っていただくのもいいかもしれません。先ほど見ていただいた、年賀状の作成シーンなんですけれども、こちらのお猿キャップをかぶっていただいて、家族みんなで写真を撮っていただくと、楽しく簡単に年賀状を作ることができます。でね、年賀状のデザインなんですけれども、結構ね、本屋さんに行くとこんな感じで年賀状のデザインテンプレートの CD-ROM が入った本が結構安く売られていますので、こちらをですね買ってきていただいて、お猿キャップとかお猿カチューシャを、かぶって撮った写真を重ねていただくと、簡単に年賀状を作成することができます。結構ね、毎年皆さん年賀状作るの大変ですよね。でもね、このね、お猿キャップとかお猿カチューシャを使って家族で楽しく撮った写真を使えば、簡単に年賀状を作ることができますので、ぜひ皆さんお試しください。